決勝戦2つ目メンバーをお伝えしていきます。1番安藤貞美飯塚ハンデ0、2番竹中修司飯塚ハンデ10、3番新井淳伊勢崎ハンデ10。さあ天候路が流れました。第8です。青塔転倒から小塔へ向かいます。針動きます。3秒前、2秒前、1秒前、パンチャイセンサーのギュン。さあフルダッシュスタートはどうでしょうか。二番車さあジェクト竹根がいいスタートでありますが、1番の安藤先生、さあ本日も気合の走り、先頭浮上は1番でありますが、2番手2番車竹根が修二、さあ外は4番車有吉達也が回っています。さあ有吉の風車回しが成功するかどうか。最後1番3番車ジュニー系の荒井がまくられた。なんと竹谷選手が早くも上昇中、先頭浮上は8番車か。8番の竹谷が現在先頭か。4番車有吉達也が現在クライスクの2番手。さあ8と4のバックストレッチ8番です。やはりアメコーシャー、ここは力勝負。ダブル竹谷が早くも先頭浮上、8番が先頭中です。2番手4番車有吉の内径、3番手は7番車クレア西原が現在追走。8、4から7番前3車の内径、2コーナーからバックストレッチありました。後方集団がつけられました。前は8番です。激走が続くダブル竹谷から4番車ビスケス有吉が現在クライスキー、おっと内へ行くんだ。4番車強襲です。4番の有吉が現在先行、8番車竹谷が現在なんと2番手交代。さあ7番車クレア西原か、西原が現在3番手か。それによって6番車が追走は内山の後方は5番車小林刑事が若干ちょっと失速してるか。5番手それによって3番車ジョニー系と笑い持って1番車竹谷か。そして最後方は1番車ブリバルコアンドの展開、前はまたもや変わった。8番の竹谷、4番の有吉が現在、おっとまたもや首位が奪還。4番車のピスケス有吉が先行、8番車ダブル竹谷が現在2番手交代。4と8の前車、あと1周回。3番車7番車西原選手の展開、まだ分からない状況が続いています。第8レース先頭は4番車有吉、8番車竹谷が現在追走、7番の西原選手が現在3番手。3車のマシンが抜け出し、さあ1着戦がどうなるか。8番が内へ動いたがゴール戦場、4番車の有吉であります。30円、3連単4番8番7番で1290円、3連複は4と7と8、140円でした。2連単48、500円3番人気、3連単487、1290円。